五代目山村長大夫は、歌舞伎の座元、歌舞伎役者である。江島育島事件に連座したことで知られる、江戸、小引町五丁目の山村座最後の経営者である。襲明前の名は、山村七十郎、山村三郎兵衛の別名も持つ。1688年に生まれる。三代目山村長大夫の実子であるとも、養子である、ともされている。父、三代目は、 三村座の創設者である初代三村長大夫の甥いであり、初代の子、二代目三村長大夫の養子である。四代目三村長大夫は、父にとっては養子、五代目にとっては兄にあたり、四代目を襲名した遠方年間には、まだ五代目は生まれていなかった。五代目は、襲名前の名を、三尊七十郎と言い,い、父、三代目の養子入り前の署名である。 岡村七十郎と長同一である。満九歳を迎える1697年頃、第五代長大夫を襲名しており、幼少にして三村座の座元を継承する。この時四代目は隠居、停発し、上官と改名している。この元禄期に三村座は中村座、市村座、森田座と共に環境を得た。五代目の時代、1700年には、よりまさ万年歴、 続いて1701年には、京成三輪系を銅座において初演している。1713年には、二代目、市川段十郎がスケクを演じた、出世作、花冠愛護桜を銅座において初演している。万26歳となる1714年、五代目自らが10年契約をして、買い切った人気役者の生島慎五郎らが起こした、江島生島事件に連座。 伊豆大島に遠筒を申し付けられる。それと共に、同年、三村座は廃絶処分となり、1642年の創設以来、江戸四座に数えられて、映画を誇り、72年に及んだ銅座の歴史を閉じた。これにより、江戸四座は、江戸三座になる。28年が経過した1742年には、遠筒処分を解除されて、 江戸に戻るが、すでに満54歳を迎える年になっていた。この時、三宅島に流された、生島新五郎も江戸に戻ったが、翌1743年1月30日に、生島は没したと,とされる。五代目の正確な没年は不詳であるが、18世紀には亡くなっている。劇場用映画、テレビ映画等で五代目を演じた俳優の一覧である。ありがとうございます。